総統官邸、総統官邸、または首相官邸は、ベルリンの中央省庁の立ち並ぶに設けられていた、ドイツ帝国以降のドイツ国首相が官邸として使用した建物。ナチスドイツの総統アドルフ・ヒトラーが官邸として使用したため、以降は総統官邸と翻訳される。現在総統官邸と言われるものは、ビルヘルム街77番地にあった。 首相官邸本館78番地にあった官邸の拡張部分、ビルヘルム街と直角に交わるホス街に伸びていたホス街1から19番地の3の建物の総称である。ビルヘルム街沿いには外務省、法務省、財務省、国民警蒙、宣伝省、航空省、現在は連邦政府の財務省と、ドイツ国政府の中央官庁があった。 さらに南野には、ゲュタッポの本部もある。紀元は1878年に、初代統一ドイツの首相ビスマルクが、ビルヘルム街77番地の建物を、ドイツ国首相宮殿として使用したことに遡る。ビスマルクは後に名称を、ライクスコンツラピリスから、ライクスコンツレイ、首相官邸へと変更している。バイマル教は世紀にも、首相官邸として用いられた。 また大統領はビルヘルム街73番地のに居住した。1930年には首相官邸は南隣のビルヘルム街78番地にまで増築された。1934年8月にヒンデンブルク大統領が死去すると首相職、政府主犯と大統領職を統合した上で大統領の権能は指導者及び首相。 であるアドルフ・ヒトラー個人に異常された。これ以降、ヒトラーの地位は日本では一般に総統と呼ばれるようになり、ナチズムキリにおけるライクスコンツレイの訳語として、総統官邸も用いられるようになった。ドイツ国大統領宮殿は存続し、オットー・マイスナーをトップとする大統領官房が引き続き置かれたものの、ヒトラーはあまり利用しなかった。1935年、 ヒトラーは官邸を改造2階に居住用の支出を設け外務省に隣接する庭園に国賓等の接遇のために200名収容可能なレセプションホールを新築させ同時に地下に相当地下号を設けさせた当時はドイツでは防空法なる法律があり新築の際に防空壕を設置することは特別なことではなかったまた 1930年の増築部分である78番地の建物を彼は気に入らなかった。まるで百貨店、あるいは消防署のような無味乾燥なファサードであると酷評していた。1938年には官邸前に相当の姿を見たいと集まる市民に答えるために、お気に入りの建築家、アルベルト・シュペア、後の軍事大臣に命じてバルコニーを作らせた。 1939年にはシュペイヤが設計した新館が完成した。これは78番地の既存の総統館庭に連続してビルヘルム街と直角に交わるフォス街沿いにヘルマンゲーリング街、現ゲルトルートコルマーまで西方向に400メートル以上も伸びる細長い新古典様式の建物である。この建物は旧館庭特別して新総統館庭と呼ばれる。 新官邸に設けられた主なものは、総統の執務室、広さ400平米、閣僚会議室、食堂、ナチス党官房長、ハンス・ハイン・リヒラマース、大統領府官房長、オット・マイスナーの執務室等である。地下には、車庫や、防空室が設けられた。ヒトラーは1939年1月12日に、新年祝賀式をここで行い、各国大使、外交官、 政府交換、東洋寺にお披露目をした。第二次世界大戦が始まると、ヒトラーは前線に近い総統大本営に居住することが多くなり、官邸が使用される頻度は減少した。連合軍によるベルリン空襲が始まると、総統官邸も被害を受けている。1945年1月15日以降は、ヒトラーは首相官邸休館に居住し、 ソ連軍のベルリン攻撃が始まると中庭に掘られた総統地下号にこもるようになった。1945年4月30日、ヒトラーは総統地下号で自殺した。5月1日には後継首相に指名されたヨーゼフ・ゲッペルスも自殺し、この建物を使用した最後の首相となった。彼らの遺体は官邸の中庭で焼却されている。5月2日にはソ連軍に占領され、 総統官邸艇としての役目を終えた。戦後、総統官邸艇はソ連軍により解体、撤去された。建物に使用されていた大遺跡の一部はトレプト公園、内野の一部に使われた他の部材にも使用され、現在も見ることができる。撤去された総統官邸艇の跡地には高層住宅が立ち並んでいる。近年、地下防空室の一部が発見され、 話題を呼んだ。1939年5月には、チェコスロバキア大統領、エミール・ハーハを官邸に呼びつけ、モラビア・ボヘミアの割譲を要求した。1942年6月9日には暗殺された、保護領チェコスロバキアの副総督、ラインハルト・ハイドリヒの葬儀が、モザイクの広場で行われるなどの、歴史の舞台ともなった。日本人の記録では、 1941年に報読した松岡洋介外相がバルコニーで手を振る姿が記録として残されている。新官邸のお披露目の際には中毒日本大使大島博が招待された。1942年4月20日には在留日本人が相当官邸の参観に招待された。この時に栄誉の中庭を進む在留法人の写真はさぬきまた男の著書。 追憶のドイツに残されている。新総統官邸の完成に伴い衛兵配置も下記のように変更された一部抜粋。ナチス島発祥の地であるミュンヘンにも総統官邸は置かれた。京日広場に面したナチス島本部である褐色館の隣に置かれ地下で繋がっていた。現在はミュンヘン音楽演劇大学の校舎となっている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。